お願い、お願い。これはロボット。お願い、お願い。不具合を起こしているみたい。誰がこんなところに。近くの人に話を聞いてみよう。収集エラー、解析失敗、吐く、迷子、お願い、危険、総理、助けて、助けて。もう大丈夫だよ。どうやら故障してしまったみたいだね。大丈夫、少し待ってて。セルフチェック開始。コマンド指示者、総理よ、承認完了。第231回セルフチェック開始。セルフチェック失敗、スクリーニング、お願い。ビリッ、センチ、トーク、仕事に勝利完了。諦めて、家族帰る、家に、お願い。ビリッ。なるほど、集めた願いが多すぎてデータが混同してしまったんだね。それでエラーを起こしてしまったのかな。お願い、原因解析。21の実現可能案を提供。訂正、12種類。訂正、4種。願いの実現可能案。もしかして、シカが言ってた月の木屋の影のヒーローと何か関係が。それに、総理王という名前も聞き覚えがあるような。まさか。エラーデータを隔離、データの修復を実行。ハク、もう一度試してみて。セルフチェック、エラーはありません。でもとてもお腹がいっぱい。とりあえずこれで大丈夫かな。だけど今回のエラーデータは一体どこから。ごめんね、長い間待たせてしまって。うん、ただの応急処置だけどね。後でもっと詳しく調べないと。ハクを連れ戻してくれてありがとう、漂白者。もちろんだよ、研究員のみんなが君に会いたいって話していたからね。まあその熱意が君の迷惑になっていないといいけど。はじめまして、僕は総理よ。なかなか機会に恵まれなかったけど、ようやく君に会うことができた。僕はただヒントをあげただけだよ。でも役に立ったみたいでよかった。あの時僕は天候部の手伝いで偵察塔の修理に行ってて、君とは会えなかったからね。次に君の噂を聞いたのは北楽野原の戦いの時だった。あの時君がみんなを勝利に導いたからこそ、こうして無事月墜祭を開催できる。そう考えると月の木屋が今年もオープンできたのは漂白者のおかげだね。だからお礼を言うのは僕の方だよ。月の木屋の主は僕じゃないよ。僕はただ月の木屋の使命を引き継いで、みんなの願いを集め叶えているだけ。だけどこのことは秘密にしておいてくれると嬉しいな。願いを叶えてくれたのがただの人間だと知ったら、みんなお祭りへの幻想が壊れてしまうよ。僕はただ自分にできることをしているに過ぎない。みんなが感じたぬくもりを伝え続けているだけだから。みんなの願いが叶って心からお祭りを楽しみ幸せを感じてくれるだけで僕は十分。お願い実現、嬉しい。大事なお客様、どんな味。ごめんね、別に変な意味はないんだ。
悪は人が願いをかけた時の感情を読み解いて、願いの構造を分析し記録することができる。悪にとって願いにはそれぞれ異なる味があるんだ。それこそが悪がこの世界を知る方法とも言えるかな。僕の予想が正しければ、君がここに来たのは悪を送り届けてくれるためだけじゃないよね。そういうことなら、漂白者、祈願所へ来てくれないかな。すぐそこにあるからさ。